僕は君の師匠を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。君が守ってきたものを奪う。七武海に名乗りを上げたのはただそれだけのためだ。ブラックホール。まだわからねえのか。よう、風呂木か。久しぶりだな。流れか。お前らと戦った方が面白いってことさ。ほんの戯れさ。八番隊隊長、狂楽春水。なんだい、もうちょっと乗ってくれてもいいじゃないの。よくも友の命を奪ってくれたなと。貴様らの弱点は喉か肺だ。お前を打ち砕き殺すためにな。息災のようだな、もがく者よ。血塗られた聖地に導かれし羊たちの群れ。彼らが求めしは光の鷹なるもの。諸君、わしの勝手でやってることだ。行きたいのか。お前そのカニに大層好かれたようだが、無理をするとその面に傷がつくぞ。中庭で実際に組み立ててみた。まず平らでペグが刺さる柔らかい地面を探します。基本的に焚き火台を使用します。なんだ坊主、そのまるで見てきたかのような言い草は。なんとアドミナブル大戦略は本日発売であったのだ。人間と同じだな。何も知らんからこそ勝負がしたい。漁師の魂が勃起する。どうだいりっちゃんよ、俺様を死人できているのがその証拠だ。早まんな。俺様にその体を預ければな。